南東王安定化協定南東王安定化協定は1999年から2008年2月まで続いた南東ヨーロッパ諸国の平和と民主主義、人権、経済の強化を目的とした組織である。同協定は2008年2月に地域協力会議へと継承された。欧州連合などの地域外からの影響が強かった南東王安定化協定と比べて、 地域協力会議は、よりこの地域が主体となっている。安定化協定での地域加盟国オブザーバ支援パートナー、南東欧安定化協定は、欧州連合の主導の下、1999年6月10日にドイツのケルンにて創設された。当時のユーゴスラビア連邦共和国を除く地域のすべての国家、並びにモルドバが加盟した。ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、 ロシア、トルコ、アメリカ合衆国、並びに、当時の全ての欧州連合加盟国、欧州安全保障協力機構、欧州評議会、欧州委員会もまた協定の一員とされた。スロボダン・ミロシェビッチ政権が崩壊した後、2000年10月には、ユーゴスラビア連邦共和国も加盟した。カナダ、日本、国際連合、国際連合難民高等弁務官事務所、北。 大西洋条約機構、経済協力開発機構、西欧同盟、国際通貨基金、世界銀行、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行が講演者として参加した。コソボ紛争が激化する中、コソボの安定化を最重要目的として創設された。2006年の発表では、2008年初頭にはより、地域を主体とした。 協力機関である地域協力会議を創設し、その後も外部からの支援は続けられるとする計画が明らかになった。この創設に際しては、南東王協力プロセスが重要な役割を担うものとされた。南東王安定化協定の最後の会合は2008年2月28日にブルガリアのソフィアにて行われ、本協定は地域協力会議へと引き継がれた。 特別調整官は安定化協定の主犯であり、2002年以降はエアハルトブゼクがその地位にあった。協定は3つのワーキングテーブルと3つを統括する第4のワーキングテーブルである地域ワーキングテーブルからなっている。それぞれのワーキングテーブルはそれぞれの問題について責任を持っており、加盟国政府や非政府組織と協力して問題解決に当たる。メディア。 教育、青年、地方民主制と国境を超えた協力、議会の協力、ジェンダー問題の5つのタスクフォースがあった。理事のほかに、2人の専門家、スルジャンツビーチとタリア・ボアティがいた。地域の国々の相互の自由貿易協定の、完成させた。国際連合安全保障理事会決議1244に基づき、コソボは、国際連合コソボ暫定行政ミッションによって、 代表される。地域内のすべての国同士の組み合わせで FTA が発行するには至らなかった。コソボを含む複数の FTA を一つの FTA にまとめる提案がなされた。合意は2006年前半に調印された。電気と天然ガスに関して南東大地域エネルギー市場が結成された。参加するのはモルドバを除く加盟国とギリシャ及びトルコである。 このプロセスは後に、モルドバを除く、加盟国と欧州連合、コスボとの間で創設された、欧州エネルギー共同体によって拡張された。トルコは6ヶ月遅れて、これに加盟した。これは、キコミューのテールの自然環境部分の思考に関する、問題によるものである。モルドバ、ウクライナ、ノルウェーは後に加わるものと考えられていた。ワーキングテーブル3は内部及び、 外部社会に関する問題を扱った。この目的は地域に安定的な社会環境を構築し、組織犯罪、汚職並びに移民問題に関して、地域協力を推進することであった。ワーキングテーブル3は、さらに2つの会テーブルに分けられており、1つは法正義と家庭問題について、もう1つは防衛と治安部門改革に関する議題を取り扱った。 発行済み仮発行済み交渉中外交関係、不正常 B92 ニュースポリティクス、ジェラミック、サポートフォーインデペンデンスシェイムフル。ありがとうございます。